ピンポン。なあ葵、え、なに、今あかり先輩盗撮中なんだけど。まあまあ、ちょっとそこ立ってもらってええか。はい。なに、実はな、葵にこんなコメントがちょくちょく来るんやが。どう思う？コメント。前髪邪魔じゃない。前髪あげろ。前髪切れ。前髪、切ろうや。いいや。目隠れ。目隠れとは、ヘアスタイルや仮面眼帯などの装飾品によって、目が隠れているキャラクターのこと。他には目隠れ、目隠れっ子、隠れ目などと呼ばれることもあるほか、前髪で目が隠れているキャラクターに対しては、前髪っ子、とも呼ばれる。また、目隠れの中でもその種類は細分化されており、両目ヘアジョージ、両目ヘア時折、片目ヘアジョージ、片目ヘア時折、眼帯、などが存在する。ちなみに葵は両目ヘア時折であり、前髪の下にうっすらと目が見えることはあるが、前髪を全開にしたことはほぼないのである。そもそもなんでそんなに前髪伸ばしてるんでしたっけ？いやそりゃだって、陰キャのコミュ障だし、私可愛くないから、目元とか全部見せるの恥ずかしいので、まあ極度の照れ屋さんなだけやな。そういやそんな設定あったな。いつもが強烈すぎて忘れてましたね。まあ、みんなの前だと割と、普通に見えるかもやけど、それ以外だと全然ダメやな。ええー、そうなんか。ちなみに、可愛いポーズさせつつ、前髪上げた時の妹の写真がこれや。おー、手首ちょっとなべー。そこじゃねえよ。それ私を盗撮したやつ。盗撮なんて最低。人手なしの姉、アホボケ。あれ、君冒頭。とにかく、私は前髪を切るつもりはありません。恥ずかしいから伸ばしているのもありますが、私はこの目隠れ属性に誇りも持っているんです。アイデンティティであるこの前髪を、そうやすやすと手放すわけにはいかないんで。でも、あかりの盗撮写真を上げると言ったら、ちゃうかな。あかりはどうした？てかそれなんや。ゆかりからかった。葵ちゃんからもらった。私が盗撮した。根元お前じゃねえかこら。てかなんでそんなに切らせたがるの。いやだって妹の前髪の下みんなに知ってもらいたいやん。こんなに可愛いのに隠しててもったいないやん。か可愛くないもん。別に私可愛くないもん。でも目隠れ属性ってここぞという時にチラッと前髪の下が見えたりするやん。そういった前髪の下が見えるようなシーンがあれば、別に前髪を切らなくても葵ちゃんの顔をみんなに知ってもらえるんやないか。例えばどういうシーンや。せやな。例えば本音を言うシーンとかどうや。ああ、あるある。よくこう、内気なキャラとかが向き合って、本音を言うような、熱いシーンだと、目が見えたりするよな。いやいや、私陰キャですよ。こんなコミュ障が、本音を大っぴらに言うなんてこと、残念ながらないんですよ。そもそもそんな気概もないですしね。どう黙ったか。なんで威張ってるの。どうも皆さん、こんにちは。あ、ギャル、こんにちは。ふひ、太ももエッチ、エッチだね。ペロペロしたいね。本音漏れてる漏れてる。じゃああれやっこ、内気なキャラクターがなんかこう、感情を揺さぶられる出来事が起きて、やってやるぜって感じで本気を出す、という熱いシーンで目が見える、みたいな。最初に進捗はどうですかって聞いて、そうそう、最初に心を折ってもらって、その後に応援いただいて、そうそう。進捗、どうですか。うわぁ、まだ全然進んでないんです。薄い本のアイデアが降ってこなくて。漫画描くの、進まないの。じゃあ足が応援してあげるね。頑張れ頑張れ。うおー、やる気もりもり展開パワー。今から超本気です。なんかイメージとちゃうな。じゃあもうポジティブな方に覚醒するとかじゃなくて、ネガティブな方に感情がぶっ飛んだ時とかどうや。例えば発狂した時とか。うわー、漫画に背景なんていらねえんだよ。なんだパスってバーカバーカ。消失点がなんだってんだ。そんなら消失しちまえ。アホアホアホ。全部 AI が書けばいいんだ。目は見えたな。うん、隠した方がいい場面ばっかりだったね。せやな。というかさっきみたいな髪の毛の下にうっすら見える目も可愛いんですけど、髪の毛盗撮にはっきり見たいって気持ちもあるんですよ。せやな。たまに前髪なしバージョンがあるのもそれはそれでええかもな。ダメです。いくらお二人の頼みだからってダメです。わ、ダメー。という尊敬するお二人のお願いを団長の思いで拒否する自分自身の興奮する私。あかりとゆかりが頼んでもダメか。そういうことです。私の前髪カットは諦めてください。まあ本人嫌がってるし、目隠れの葵ちゃんもそれはそれで可愛いし、ええんじゃないか。あかり先輩、まあ確かにたまにはその可愛い表情をしっかり見たいって思いもあるにはあるけどな。てへん。そうですよね。さすがに無理にお願いしちゃうのは可哀想ですもんね。ちょっと残念ではありますが、葵ちゃんの前髪ないバージョンは諦めましょう。ああ残念残念。ちょっとそれ何開いてるんですか。葵ちゃんのフォトショップデータ。ちょっと、なるほど。これでここの髪の毛部分を変更すれば葵の前髪が消える。やめてくださーい。あ、ちょっとそんな急に揺らされるか。手元が狂って変なところをしちゃう。実は私、後頭部にピピミが住んでるんです。なんだって、ちなみに姉も、そんなん知らん。やめてやめて、怖い怖い。なんで本人知らねえんだよ。